大女場が市畑百貨店にやってきたということで始まりました。市畑百貨店ね、私ヘビーユーザーでございますんで、私の独自の目線でおすすめの人、店、商品を紹介していく、そんな番組です。さあ早速今回はですね、お中元なんかもね紹介しながら進めていきたいと思います。それでは行ってみよう。市畑百貨店6階にはですね、ご覧ください、この時期になるとお中元商品がずらりと並んでおります。今回は私が勝手におすすめするこのお中元ベスト3を紹介していきたいと思います。第3位は海産物のコーナーにある商品です。干物のセットです。島根といえば海の幸、まあ、県外の、ね、方なんかにも贈り物として送ってみてはいかがかなということで、勝手に私が第3位に選びました。続いて第2位、五円玉です。実はこの島根で作られているゴールデンパールということで、限定でなんと300箱ですよ。希少な品物なので、県内の方にもこんなものがあるんだよというので、ね、送ってみてもいいと思います。それでは栄えある第1位を発表します。ホションのジュース&ゼリーの詰め合わせです。夏暑くて食欲もね減退しますよね。そんな時に飲み物とかゼリーならつるーんとごくーんとね食べたり飲んだりできるかなということで、こちらを私第1位としたいと思います。どういう人に送りたい？広い年代の方がこのジュースとかゼリーは食べたり飲んだりしやすいと思いますので、どなたでも喜んでいただけると思います。8月の11日までやっているということです。ただ商品によってはもう早めに締め切ったりとかもあると思いますので、なるべくね早くやっぱりね見に来ていただいて商品送っていただいたらなと思います。私もねよくお邪魔しているアーベイベイさんやってきました。トレンドを取り入れた服が並んでるんですが、なんとご覧ください、セールの文字が。これは聞いてみなくては。今はプレセール中でして、夏に向けてさらに商品が増えてまいります。これは楽しみですね。でも伊藤さん、この夏はどういったようなトレンドになってきてますか？色がたくさんあるようなものがトレンドになっております。わっ、綺麗な色じゃないですか。はい、綺麗な色です、ね。はい、爽やかですね。じゃあこの夏はちょっといろんな色をご自身に合うものを探してもらうっていうのがちょっと楽しみにもなりますね。カラーの服が結構多いということなんです。私は赤のやっぱりほら明るい色どうですか。これから夏に向けて皆さんね、どんどんお得な商品増えていきますんで、一度足を運んでみてください。市畑百貨店地下にやってきました。もう本当にね、松江ではここにしかないような商品が揃うこの百貨店の地下なんですけども、今回はこちらアンクルさんにねやってきました。さまざまなパンの種類があるんですけども、ここら辺はもう定番商品で、月ごとに期間限定でパンが出てるんです。これなんですよ、ハニーレモンのペストリー。わ、美味しそうだな。ただね、もう一つ、あれ、もう一つあるはずなんです。これ店長に聞いてみよう。期間限定のパンを求めてやってきたら、はいはい、レモンのはあったんですけど、はい、もう一個なんかありましたよね。スティックピザというものがございます。スティックピザ、こちらになりますね、はい、美味しそう。どっちも気に食べれないですか？食べていただきたいです。あ、本当に特別に。ありがとうございます。じゃあいただきたいと思います。うん、野菜の食感がすごくいいですね。ピザソースの味結構きますね。辛いとかではないです。程よい甘さ。結構この時期ってちょっと胃もたれしたりとかする時期なんですけど、胃にも優しいこの食感とお味でございます。塩気のあるパンを食べた後って甘いパンが食べたくなりますよね。うん、これ美味しい。酸味と甘みのある上のクリームが相まって、パイもサクサクしてますし、いろんな食感と味のハーモニーが楽しめる、夏にぴったりなこの2品です。